はいはい、キガロです。今日はドイツのティア級駆逐戦車、バッフェントレーガー4号で出撃します。装甲はペラペラだけど、すごく優秀な砲を搭載した、砲塔の回る駆逐戦車です。15センチ砲と、12.8 センチ砲が搭載できますが、12.8 センチ砲の方が使いやすいので、今回はこちらを使って参ります。スポスポ敵が抜けて、見ていて気持ちの良い試合だと思いますので、最後までご堪能ください。